ファスティアン作戦は、第二次世界大戦中の1943年7月、連合軍によるシチリア島進行の一環として行われた空挺作戦。この作戦は、イギリス第一空挺師団霊下の第一、落下山旅団によって実施された。作戦目標は、指名都川にかかるプリモソーレ橋のダッシュであり、第一落下山旅団は、 グライダー着陸部隊の支援の下で川の両岸へ降下することになっていた。橋をダッシュした後は3日前にシチリア島の東南海岸に上陸したばかりのイギリス第13軍団が来園するまでの間それを保持する必要があった。プリモソーレ橋はイギリス第8軍が市名と川を渡りカターニア平原に入るための唯一の都市商店だったからそのダッシュによって 急速な進撃がなされれば、シチリア島の数軸軍の撃滅につながるものと期待されていた。空挺部隊を乗せきたアフリカを進発した航空機の多くは、友軍の誤射、または敵軍の攻撃により撃墜されるか損傷して引き返さなければならなかった。操縦士がとった回避行動によって第一落下三旅団の降下地点は広範囲に分散し、 所定の場所に降下できたのは2個中隊程度に止まったにもかかわらず、イギリス軍は防衛するドイツ軍とイタリア軍から橋を奪取し、反撃も撃退して戦力比が開いていく中で日没まで耐えた。救援部隊の第50不評手段は輸送手段の不足により1マイル手前の地点で停止し、睡眠休息を取った。夜の間に損害の増大と物資の減少のため、 ラスブリー淳将は橋をドイツ軍の手に委ねざるを得なくなった。翌日、イギリス軍は合流し、ダラム系不評第9大隊が戦車の支援を受けて橋の奪還を試みた。作戦開始から3日目、ダラム系不評第8大隊が川の北岸に共闘法を築いたことで、橋はようやく完全に確保された。プリモソーレ橋のダッシュは それまでにドイツ軍が戦力の集中と防御線の構築を終えていたため、期待されていたような急速な進撃につながらず、第8軍のカターニア攻略は翌月初めまでずれ込んだ。第1落下山旅団は再編成のためマルタ島に戻り、それ以降はシチリア島における戦いに参加しなかったものの、この作戦から得られた戦訓はその後の連合軍の空挺作戦に生かされた。 数軸軍がチュニジアの戦いにより北アフリカから敗退した後、連合軍は地中海戦域において、フランス南部、バルカン半島、シチリア島内しイタリアへの上陸作戦を構想したが、結局シチリア島が目標に選定され、作戦発動日は1943年7月10日と決まった。作戦を担当する連合軍第15軍集団は、 西部海岸のリカータスコーリッィ間に上陸するアメリカ第7軍、そして東南海岸のパッセロミサキ、シラクサ間に上陸するイギリス第8軍から構成されていた。連合軍のシチリア島上陸シチリア島進行に、際しては上陸作戦に加えて空挺作戦も行われた。アメリカ第82空挺師団は第7軍を支援するため降下し、 イギリス第一空挺師団は、第8軍を支援するため東海岸において、旅団規模の効果を複数実施した。このうち最初に計画されたイギリス軍による空挺作戦は、白草外縁部のポンテグランデ橋を奪取するため、第一空輸旅団によって7月9日夜から10日に、かけて実施されたラットブローク作戦だった。二度目は、アウグスタ付近の橋を奪取するため、 第2落下三旅団によって10日夜から11日にかけて実施される予定だったグラトン作戦だがこれは戦況が変化したために中止された。3度目に計画されたのがファスティアン作戦で第1落下三旅団が担当し7月13日夜から14日にかけての実施が予定されていた。第1落下三旅団の目標はカターニアの南方。 シメ名ト側に架か,かるプリモソーレ橋だった。この橋は、シメ名ト側の唯一の都商店であり、重要な目標だった。これを奪取すれば、第8軍のカターニア平原への通路が確保されて、北方への進撃の継続が容易となる一方、破壊されてしまえば、進撃に深刻な支障を来すことになる。ひとたび落下山旅団が橋を奪取すれば、第8軍の救援部隊が、 上陸海岸から駆けつけるまでの間はこれを守り抜かなければならない。ラスブリー巡賞率いる第1落下山旅団は、第1、第2、第3落下山大隊、第16野戦救急隊、王立工兵第1中隊、王立砲兵第1追戦車砲中隊から構成されていた。空輸大戦車砲中隊は、 1> 第1落下産旅団唯一の対戦車火力として6ポンド対戦車砲を装備していたが、砲とそれを牽引するジープについては落下山による投下ではなく、グライダーによる空輸着陸を必要としていた。とはいえ砲を空輸すること自体、イギリス軍のみならず、各国軍においても新しい試みであり、実戦においてはこれが最初だった。第1落下産旅団は、 実戦経験の豊かな部隊で、当初は第一空挺師団の直接指揮下にあったが、北アフリカにおける戦闘に際して師団から分建された。1942年11月の統治作戦からチュニジアの戦いに至るまでの間、旅団の三個落下山大隊はそれぞれ大隊規模の空挺作戦に参加した。一連の戦役により、第一落下山旅団はドイツ軍から 赤い悪魔とあだ名されるようになった。イギリス軍の落下三大隊は、通常兵員総数556名で3個、ライフル中隊から構成され、各中隊は中隊本部と3個招待から、各小隊は3個分隊から構成されていた。各分隊は、ブレンケー機関銃と認知迫撃砲、及び各個人の消火器を装備する。落下三大隊にあって、 重火器を装備するのは、大隊本部に直属する3インチ迫撃砲小隊と、ビッカース重機関銃小隊のみだった。第1落下3旅団の落下3部隊は4つの降下区域に、グライダー部隊は2つの着陸区域にそれぞれ投入されることが決定した。第1落下3大隊は、川の北側のドロップゾーン1に降下する集団と南側の ドロップゾーン2に降下する集団の2つに分割された。降下後、両集団は橋を両側から同時に攻撃するため、それぞれの集合地点を目指すものとされた。第二ラッカー3大隊は、橋の南、ゴルナルンガウンガと幹線道路の間に設定されたドロップゾーン3に降下する。降下後は、ジョニー・イ・ジョニー2、ジョニー3と呼称される3つの小さな丘を占領するが、 それらは、小隊規模程度のイタリア軍が防衛しているものと推定されていた。三つの丘を制圧した後は、南方からの攻撃に備えて、丘に防御陣地を構築しなければならない。第三落下三大隊は、橋から1000ヤード北に設定されたドロップゾーン4に降下する。降下後は、周辺一帯を制圧し、カターニア方面からの反撃に備える。グライダー部隊は、 川の北側に設定されたランディングゾーン7と南側に設定されたランディングゾーン8に着陸する。降下計画が複雑であり、作戦開始から実行までの時間的猶予も少ないことから、正確な降下区域を把握するために、陸軍航空隊第21独立落下山中隊所属のパスファインダーが展開する。これは、 イギリス軍の空挺作戦において初めての試みだった。パスファインダー中隊は特別な標識等とレベッカ・ユリーカ無線標識機を携帯しており、それによって輸送機やグライダーが広角域を正確に識別指揮官することが可能になっていた。第一空挺師団の高級将校は橋のダッシュのために約450名の損害が生じるものと推計した。 三個大隊の遺憾と衛生兵だけでは予想される損害に対応できないと評価され、第16野戦救急隊から遺憾1名を含む17名の分隊を各大隊へ派遣することとした。本部及びに古下下半からなる野戦救急隊の主力は旅団司令部と共に行動し、橋の南側の農場に応急救護所を設定する。 シチリア島における過去2度の空挺作戦で生じた問題を受けて第一空挺師団に配属されていたイギリス空軍の顧問は C-47 輸送機のアメリカ人操縦士にイギリス空軍の爆撃体系ボンバーストリームを採用するよう提案した。これは通常の V 字体系とは異なり2機1組が1分間隔で飛行するものであった。この提案は 戦前は主に民間航空路線に従事していたアメリカ人操縦士らによって拒否された。彼らは訓練の中で夜間飛行の指導を十分に受けておらず、経験の浅いものは前を飛ぶ機体に追随することに頼っていたからである。ファスティアン作戦とは直接関係ないが、同時期に第三コマンド隊による独立作戦が指名都側の南方で実施されることになっていた。 コマンド部隊は空挺降下してレオナルド側にかかるマラティ橋を奪取する予定だった。コマンド部隊と空挺部隊の両者を救援する部隊はイギリス第13軍団から派遣されることになっていた。この軍団は第5不評師団、第50不評師団、第4装甲旅団から構成されていた。走行旅団の3個戦車連隊はアメリカ製のシャーマン戦車を装備していた。 7月13日朝、第50師団長のシドニー・カークマン少将は、モントゴメリー大将の第8軍司令部に呼び出され、コマンド部隊と第1落下3旅団による2つの作戦と橋を無傷で奪取する必要性について説明を受けた。モントゴメリーは、第50師団が第8軍の先方となって、コマンド部隊と空挺部隊を救援することを起訴していた。 その任務を助けるため、モントゴメリーは、第四走行旅団を、カークマンの指揮下に置いた。モントゴメリーは7月14日朝までに、第50師団が第一落下山旅団を救出することを強く望んでいたが、そのためには24時間で25マイル近く、前進しなければならなかった。第50師団は7月10日に、シチリア島へ上陸して、以来、3日間も休みなく、 戦闘を続けていた。日中の気温はほとんどの時間で下肢100度に達し、多くの者が肉体的な疲労と熱疲労に苦しんでいた。この師団の苦境は、モントゴメリーが大きな判断の誤りを犯したため改善されなかった。進行を計画するに際し、彼は連合軍の上陸に対して抵抗する独位軍の戦力を過大に評価していた。 イギリス第8軍は主に不評、戦車、その他の重火器からなっていたが、機械化された輸送手段はそれらを運搬するにはあまりにも不足していた。結局第50手段は徒歩により前進するほかなかった。イタリア軍はプリモソーレ橋周辺に第213沿岸手段の一部を配備していた。沿岸師団は2 0 9部隊であり、兵員の年齢層は40代から50代で、 通常は労働その他の2 0 0級の任務に従事するものとされていた。地元住民から編成されていたこの手段の将校は採用賞されたものが多く、特に武器や装備が劣悪だったために士気は低かった。最近ビシーフランス軍の解体に伴って接取された旅客品で武装を改善しようとしたものの、それらがシチリア島に到着した時には多くが 使用不能の状態で誤った弾薬が支給されたり、そもそも支給されなかったりした。イタリア軍はドイツ軍第一高貨量兵士団に所属する高貨量兵部隊によって支援されていた。彼らはフランスからシチリア島への移動を命じられ、必要とあらば7月9日に降下することになっていた。第一高貨機関重大隊は7月13日朝、 連合軍の空襲の中でカターニアに降下した。輸送機や対戦車砲が空襲により破壊されたため、大隊はドホでプリモソーレ橋へ向かった。シュミットが師団長に報告した際、彼は当夜にも上陸内し降下の危険があると警告を受けた。仮に連合軍が師団後方に上陸内し降下すれば、シュミットの大隊は、 師団の脱出路となるプリモソオーレ橋を固守しなければならなかった。事前の警告に基づき、機関銃大隊は現地に到着した後、橋の南方およそ2000ヤードに残豪を掘り、落下山降下やグライダー着陸に備えた。プリモソオーレ橋は桁に鋼材を用いた公共で、島町は約400フィート、橋面高は約8フィートだった。橋の北側には並木があり、 主に、オリーブとアーモンドが植えられていた。橋のすぐ南側には、ゴルナルンガ運河が流れ、その向こうには三つの小高い丘があった。橋を通っているのは、国道114号線で、10マイル南方に進むと、レンティーに7マイル北方に進むと、カターニアへ通じていた。イタリア軍は、橋の防衛のために4つの統治下を構築しており、うち2つは南岸にあった。 1943年7月13日19時30分、第1落下産旅団の兵員1856名を乗せた航空機の最初の1機が北アフリカを進発した。落下産部隊の輸送にはアメリカ陸軍第51兵員輸送航空団のダグラス C-47 スカイトレイン105機が参加した。その内訳は、 第60兵員輸送航空軍51機、第62兵員輸送航空軍51機、第64兵員輸送航空軍3機だった。さらに、イギリス空軍第38飛行集団からは、アームストロングホイットワンスアルベマール11機が参加した。また、落下山部隊に後続するグライダー部隊には、これも、第38飛行集団からアルベマール12機と、 ハンドレページハリファックス7機が栄光機として参加し、エアスピードホルサ11機とウェイコヘイドリアン8機を栄光した。これらのグライダーにより、主に対戦車砲中隊に所属する77名の、兵員と10門の6ポンド対戦車砲、18両のジープが輸送された。飛行経路は、出発地のチュニジアから投進し、マルタ島の盗難を回り込むように変身して、 シチリア島の東部海岸沿いに北上していくものであった。この経路は戦闘の航空機が22時20分に降格域へ到達する見込みで設定された。最終的にシメート川沿いに内陸の降格域へ突入するため、シメート川に到達するまではシチリア島の10マイル沖合を飛行することになっていた。ところが、 33機が誤って、進路を外れ連合軍の護送船団に接近した。船団は空襲に備えて警戒態勢をとっていたため、友軍の航空部隊に対して対空砲火を浴びせた。予期せぬ、対空砲火を回避しようとした2機が空中で衝突し、海に墜落した。他に2機が撃墜され、9機が被害を受けて、 乗組員と搭乗者が負傷し、北アフリカの飛行場へと引き返さざるを得なくなった。シチリア島沿岸部に到達した航空部隊は、数軸軍の対空砲火に直面し、37機が撃墜され、10機が損傷してその任務を中止した。経験の浅い何名かの操縦士はそれ以上の前進を拒み、自らの搭乗機がその場で旋回していることに気づいた。 第一落下山大隊長のアラステアピアソン中佐は任務を続行させるために乗組員を銃で脅さなければならなかった。対空砲火とそれに対する回避行動のため変態は乱れ落下山による降下は広範囲に分散することになった。激しい回避行動のためにかなりの落下山兵が機内の床に折り重なり降下命令が下った時に降下することができなかった。 一旦海に逃れた木の中には危険が大きすぎるとして操縦士が再度の突入を拒むものもあった。対空砲火をくぐり抜けて任務を遂行した木においても所定の降下区域から0.5マイル以内に落下山兵を降下させることができたのは39機に止まった。第三落下山大隊と王立公兵隊の一部は橋の南12マイルの地点へ降下した。 さらに4機は北に20マイルも迷走し、それらに登場していた落下山兵は、エトナ山の斜面に降下した。南側の降下区域に降下した第一、落下山旅団の落下山兵らは、第一降下機関銃大隊の射程内にいた。暗闇の中で、最初のうちドイツ兵は、自軍の増援が降下してきたものと考えたが、すぐに誤りに気づいて、射撃を開始した。 機関銃の銃火を逃れた者も、降格一気でドイツ軍に捕らえられ、およそ100名が降下するや、いなや捕虜となった。降下時の混乱の中で、50名の第一落下さん、大隊員が集結して橋を吸収し、50名のイタリア軍守備兵が橋に仕掛けた爆発物を起爆する前に、どうにかこれを奪取した。このイタリア兵らは、ラスブリー殉将自ら率いる四十名の、 落下山兵が橋に到着したことで捕虜となった。ラスブリーは爆発物の除去と防御体制の構築を指揮した。さらに多くの落下山兵が橋に集結しつつあり、すぐに120名ほどになった。彼らは橋の南北に残豪を急増した。橋の南側に旅団司令部の指揮所と野戦救急隊の応急救護所が開設され、 旅団の負傷者が治療のために到着し始めた。応急救護所から離れた場所では、第2大隊の広角1機で29名、第1大隊の広角1機、ドロップゾーン1では15名の衛星兵が降下に、再して負傷していた。グライダー部隊における最初の損害は、離陸時、ウェイコヘイドリアンの栄光機2機が墜落した際に、生じていた。 途上では1機のグライダーが栄光機から早く切り離され、海に墜落した。シチリア島上空に到達すると、もはや驚くべきことではないが、4機のグライダーが沿岸部の対空砲火により撃墜された。グライダー部隊が各自の着陸区域に到達した時には、落下山部隊の降下が始まってからすでに2時間が経過していた。あるグライダーの操縦士は、 栄光弾と爆発の光が標識等よりも明るいのでパスファインダーは必要なかったと後に証言した。対空砲火をくぐり抜けたグライダー部隊においても比較的無傷のまま着陸することができたのは4機に止まり、その他の機はすべて高下両兵の機関重火にさらされ侵入中に破壊された。無傷のグライダー四機には対戦車砲三門が搭載されており、これは 橋の防衛戦力に加わった。グライダーの搭乗者が加わっても、橋を守る、第一落下三旅団の兵員は295名に、過ぎなかった。兵力の不足だけが問題というわけではなく、彼らの手元には対戦車砲3門、三ンチ迫撃砲2門、ビッカース重機関11丁しか、支援火器が存在しなかった。七月十四日四時三十分の時点ではイギリス、 1> 第1落下三大隊はプリモソーレ橋を掌握していたが、ドイツ第一降下機関銃大隊も橋の南によく踏みとどまっていた。彼らを挟むようにして、第2落下三大隊の140名が3つの丘を占領し、500名のイタリア兵を捕虜としていた。数の上では、第1落下三大隊も、第2落下三大隊も、中隊規模に満たない兵力しか持っていなかった。 第3落下山大隊は最も悲惨な状況にあり、点でバラバラに降下したため橋に到着したのは数名に過ぎなかった。指揮系統もなく、彼らは第1大隊に組み込まれて橋の防衛に参加した。橋の北にはイタリア軍の第372沿岸大隊と第10アルディティ連隊第2大隊が配置されており、敵の落下山降下の情報を受け取っていた。 第372大隊では、兵員の脱走が相次いでいたものの、第 2RDT 大隊は、イギリス軍陣地に対してその後繰り返されることになる、攻撃を最初に試みた。しかし、重火器の資源を欠いたためその攻撃は耐えやすく、撃退された。夜明けには、第1降下機関銃大隊による、最初の攻撃も南側で始まり、機関銃と迫撃砲が口火を切った。 第二落下山大隊が守る3つの丘に対して行われた最初の攻撃は失敗したものの火が高くなってからの2度目の攻撃により2つ目の丘ジョニー2が奪取された第二落下山大隊長ジョンフロスト中佐はすぐさま反撃したが多くの損害を出して撃退された9時第二落下山大隊に派遣されていた全身観測将校が イギリス海軍の巡洋艦ニューファンドランドとの無線行進に成功し、6インチ砲による砲撃を要請した。この艦砲射撃は望ましい威力を発揮し、ドイツ軍は少なからず損害を被って遮兵物に身を隠した。これ以降、南側でのドイツ軍の抵抗は、機関銃による嫌がらせに限定された。戦闘の結果生じた伸びにより、第二ラッカー三大隊は、 ジョニー・アイを放棄して、ジョニー・スリーへ兵力を集中した。橋の北側では、ドイツ軍が350名程度の戦闘団を臨時編成した。この部隊は、主に第一高下通信大隊第一中隊、対空砲中隊、および数門の対戦車砲からなり、フランツ・シュタンゲンベルク大員が指揮していた。さらに、第二アルディテ大隊第113中隊の兵員56名と、 SPA ビベルティ AS-42 偵察車6両も、これを支援した。14時、シュタンゲンベルクの部隊は、最初の攻撃を開始したが、イギリス軍によって撃退された。シュタンゲンベルクによる2度目の攻撃は 88mm 体、空砲3門の支援を受けて行われ、こちらは成功した。これにより数名のイギリス兵が捕虜になり、ドイツ軍は、橋の間近に到達した。 さらに、8 8トル対空砲のうち1門が移動して橋の北端にある塔地下と交戦した。17時までに第一落下三大隊は弾薬をほぼ飛翔し尽くし、橋の南側へ撤退しなければならなくなった。ドイツ軍の8 8トル対空砲は再び前進し、今度は南側の塔地下を破壊した。物資が減少し損害が増大する中で、 ラスブリー巡将は橋をドイツ軍に明け渡すことを決断し、旅団は1200ヤード後退した。橋を守っていた、兵員295名のうちすでに115名が死傷していた。18時30分、日暮れの中をラスブリー巡将は部隊の残余を率いて第2ラッカー大隊と合流した。第16や戦救急隊の応急救護所は退避することができず、 無人地帯に取り残された。イタリア軍将校が応急救護所に現れ、救護員らに捕虜となったことを通告してきたが、彼らは両軍の負傷者を治療していたためその場に泊まって任務を続行することを許可された。負傷者の治療が1日中続けられた結果、22時までに外科手術は21回行われ、62名のイギリス兵と29名のドイツ兵及び、 イタリア兵が救護されたこの日夜明けまでに、第50不評師団は10マイルしか前進できておらず、第3コマンド大隊が戦っている、マラティ橋から8マイル、プリモソーレ橋からは15マイルも離れていた。17時、第50師団霊下の、第69不評旅団に所属するイーストヨークシャー、連隊第5大隊が、マラティ橋に到着した時には、すでにコマンド大部隊は、 撤退を余儀なくされた後だった。マラティ橋は速やかに確保されたが、コマンド部隊が爆発物を除去していたので、橋は破壊を免れていた。第50師団の一つ目の目的は達成されたので、次なる目的である落下山部隊の救出のため、彼らは徒歩による進軍を再開した。第4走行旅団の戦車や少数の輸送用自動車は、 さらに後方のカルレンティーニで橋が破壊されていたため、足止めを食っていた。彼らの前進が再開したのは19時を過ぎてからになった。午後になって第50不評手団はプリモソーレ橋までの中間地点であるレンティーニに到着した。街路は瓦礫で閉塞され、ドイツ軍が撤退時に残置した狙撃手や機関銃の制圧にも時間を費やした。夕方には、 第50師団霊下の第151不評旅団に所属するダラム系不評第6大隊が戦車数量の支援の下、ジョニー2から1マイルの地点に到達した全速力で前進すべしとの命令を受けていたが彼らはそこで睡眠休息のために停止した第1落下3旅団が退却した後イタリア軍第372沿岸大隊第2アルディティ大隊 ドイツ軍第一降下機関銃大隊、シュタンゲンベルクの戦闘団などからなる数軸軍が橋に集結した。ドイツ軍上級司令部は橋を固守することの重要性を認識しており、その日の夜に増援を落下山降下させた。増援部隊は第一降下両兵士団に所属する第一降下工兵大隊、第四降下両兵連隊第一大隊、及び 第一高架砲兵連隊の一個大隊だった。高架砲兵大隊は、橋の北側に守防御船を、南側には、より小規模な防御船を構築した橋の奪還後、王立工兵隊が修復作業を行っている7月15日朝、第一落下三旅団は彼らの陣地の南から、聞こえてくる戦車の砲声に気づいた。ラスブリー殉将は石膏を派遣し、 前夜そこで停止していた第13軍団の戦車と、不評を発見した。第1落下3旅団と、第50不評師団はついに合流した。敵の手に落ちたまま任務を継続していた、王宮救護所は、第2落下3大隊によって解放された。ダラムけ不評第9大隊は、第44王立偏射連隊の支援を受けて、プリモソーレ橋の奪還を複数回試みた。 何度目かで橋を渡ることに成功したものの、彼らに随伴していたシャーマン戦車3両が、ドイツ軍の8 8トル対空砲によって撃破されたため、戦車の支援を失って、後退を余儀なくされた。しかし、通信の阻度により、ドイツ軍の高架工兵大隊が橋の北側に、後退したため、イギリス軍は南側に地方を固めることができた。応急救護所は、 17時に第13軍団が到着して負傷者を抗争するまでの間14名に下下手術を施した。18時、応急救護所は閉鎖され、人員はジョニー・アイへ移された。応急救護所が稼働している間に31回の外下下手術が行われ、衛生兵は109名の負傷者を治療した。ドイツ軍はプリモソーレ橋に設置された。 爆発物をイギリス軍が除去したことを察知しており、爆発物を積んだトラックを突っ込ませて橋を破壊しようとしたが、失敗に終わった。ダラム系不評第9大隊は、プリモソーレ橋を奪還するために、夜通し攻撃を続けたが、これは、ドイツ軍の注意をそらすための要動でもあった。第一落下山大隊長のピアソン中佐が、ダラム系不評第8大隊の二個中隊を指揮下に置き、 浅瀬を渡ってシメート側の北岸に別の共闘法を構築した。その日の戦闘でイギリス軍、ドイツ軍双方に多数の損害が生じたが、最終的に橋はイギリス軍によって奪還された。7月16日7時、第1落下山旅団は前進を続ける第8軍から離れ、トラックでクサに構想された。そこで LST に登場して、一絵を明かし、 二時間の空襲に耐えてからバレッタに向けて出航したのは7月17日12時のことだった。ファスティアン作戦中に生じた損害は戦死者141名、行方不明者内視戦傷者168名に達した。最終的にはイギリス軍の勝利に返したものの協調と制御を欠いた遊軍対空砲火の誤射などにより、その価値は減じた。 シチリア島で行われた3つの空挺作戦では5000名の落下3兵の内所定の広角域付近に降下できたのは40%に過ぎなかった。プリモソーレ橋のダッシュはモントゴメリーの期待していたほどにはカターニア平原への進撃速度を早めることはなかった。疲弊した第50不評師団はそのまま橋に止まり、変わって 第5不評師団が先鋒を司ったが、幾度攻撃しても進撃ははかどらなかった。第13不評旅団が指名都側に別の共闘法を構築したが、ドイツ軍はさらに戦力を増強して防御体制を整え、第8軍が激戦の末にカターニアを攻略したのは1943年8月5日のことだった。その後も激戦が続き、第8軍が イタリア本土に対面するメッシーナに入ったのは1943年8月17日で、その前日に同志を攻略したアメリカ第7軍の後陣を廃することになった。シチリア島における空挺作戦で生じた諸問題を調査し、イギリス陸軍と空軍はいくつかの勧告を発した。航空機の乗組員は落下さんとグライダーの操作に習熟しなければならず、パスファインダーの効果は、 標識機器の設置を終えるだけの時間分、主力の降下よりも先にしなければならない。降下計画はできるだけ簡素にし、シチリア等で行われたように、大体単位の小さな降下区域をいくつも設定するのではなく、旅団単位でまとまった降下区域を設定する。グライダーは夜間会場にいる間に切り離すのではなく、その着陸区域も多くの機体を余裕を持って収容できるような、 広さに設定する。5層船団による誤射を受けて、5層船団の上員に課される航空機識別訓練の時間が増え、連合軍の航空機は翼に太い3本の白線が引かれるようになった。グライダーパイロット連隊に所属する操縦士の訓練時間も増加し、航空機間の通信手段も改良された。空挺部隊の輸送をアメリカ製航空機とアメリカ人操縦士に頼る、 状況が改められ、イギリス空軍第38飛行集団が拡充された。これまで、第38飛行集団には、ハンドレページハリファックス中隊しかなかったが、アームストロングホイットアースアルベマール中隊4個と、ショートスターリング中隊4個が新設された。空軍は、グライダーで空輸するしかなかったジープと砲について、航空機の爆弾層に積載して落下山で投下する。 実験を開始した。空軍の二つ目の輸送機部隊として、第46飛行集団が創設された。第38飛行集団のように、複数機種の混成ではなく、ダコタのみに限定した。この改変により、イギリス空軍はアルベマール88機、スターリング88機、ハリファックス36機、ダコタ150機の、計3 6 2機と、 その対応日の航空機を使用できるようになった。シチリア島で行われた複数の空挺作戦が悲惨なものとなったため、それによって得られた戦訓は、イタリア、ノルマンディ、南フランスにおいて行われたようなさらに大規模で洗練された空挺作戦に生かされることになった。ありがとうございます。